センターの血。ドラゴンカートか、なかなか面白そうだな。あ、そう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 。免許センターの血が騒ぐのか。なんだよ、免許センターの血って。カートぐらいじゃ別に血は騒がねえよ。じゃあ何だったら騒ぐんだよ。無免許運転か。これはダメ。それなら警察の血が騒ぐ。うまい。強いて言えば証明写真機とかかな。はあ。ほう。ということでね、ちょっと栗山の世界をねやっていくわけなんですけれども、ドラゴンカートね、ちょっとできるところまでやりたいから、なんかあんまりにもちょっと難易度が高いとちょっと考えちゃうんだけど、でもね、ちょっとね、今このパーティーチャットをいろいろ回収したいなって思って歩き回っているところです。あと何個か回収しましょうか。あ、晴れ男。今日もいい天気ね。そういや最近雨降ってねえな。そりゃそうよ、俺は晴れ男だからな。一番が晴れ男ってすげえしっくりくるな。そうだね。そんな褒めんなよ。喜んでる。いや、全く褒めてねえけど。あら、何にせよ天気がいいってのは気分がいいものですね。男は気楽でいいわね。こっちはスキンケアが大変よ。そう、紫外線ね。そうそう、こっちの都合も考えてほしいです。あ、エリちゃん入ってきた。俺に言われてもな。大変なんですよ、お化粧するたんびにね。下地の前に日焼け止めを塗るとかね。まあ、下地の中に日焼け止めの成分入ってるものもあるんですけど。あ、そうそう、なんだっけ、人間力、あれね、全部マックスにしてきたわ、裏で。だからね、いつでも多分ね、人間力がかかってくると思うんですよ。なんか、5股か6股エンディング。そうそう、だから、それに向けての準備はバッチリでございます。お、似て非なるもの。寒いな。タイツ履いてくればよかった。そういや、タイツとストッキングって何が違うんだ。生地が薄いのがストッキングで、厚いのがタイツね。ざっくりだけど。そうだね、あれか、ボクサーパンツとトランクスの違いみたいな。え、何が違うんだその2つ。ん、あれ、そういえば何が違うんだ。わからん。トランクスってデカパン。おい、新しい種類出すんじゃねえ、余計分かんなくなるだろう。俺たちって何も知らねえんだな。男のパンツもわからねえなんて。え、トランクスとボクサーパンツって。そんなパンツくらいで落ち込まないでよ。じゃあ俺が今履いてるこのパンツは何なの。見せんな。いや、ちょっと見せないで。え、で、あのさ、ボクサーパンツとトランクスって違うんじゃないの。ほら、ボクサーパンツってなんかぴったりしてんじゃん。で、トランクスはなんかこう、なんだろう、スースーするっていうか、そんな感じじゃないの。なんか見た目違う印象あるんだけど。ボクサーパンツはさ、ぴったりしてるから、なんだろう、こぼれることないじゃないですか。ちょっとこの時間お話しするのもなんかなって思うんですけど、トランクスって下手したらちょっとはみ出ちゃったりするんじゃないの。どうなんだろう。ということでね、ちょっと今回は、ドラゴンカートをやっていこうかなと。はい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 、思います。一応ね、今出てるマシンの、なんだろう、性能というか、カスタムはね、結構マックスにしてきたんで、全部。これでいくか。レースエントリーでいいかな。あ、カートセッティング何がいいんだろう。なんかこれにしとくか、黄色。で、これグランプリでいいのかな。で、最初ね、あ、そう、ケルベロスカップに挑むんだって。じゃあ、行ってみましょうか。はい。はい。お金取られるけど大丈夫だ、お金は稼いできてるからな。ケルベロスカップ、そう、結構ね、なんかね、このドラゴンカートのサブストーリーも結構あるんですけれども、まあ結構難易度高いみたいだからな、進むにつれて。ちょっと全部やるか分かりません、ごめんなさい。じゃあ行こう。行くぜ。スタートダッシュはできないんだよ。どけ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 、いて、おら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 、飛んじゃねえ。私のアイテムで飛んじゃねえ。あ、ファンダッシュなんだね。なるほど。あ、コースはあれか、一番最初のやつと一緒だ多分。おー、やっぱなんかカスタマイしたから早いな。ほ、
お、飛んできた。アイテム。あ、なに。あ、なるほど。あ、燃えてきたぜ。いててててやばいやばいやばい。こわっ、こわっ、じゃ、ファイアボールじゃんこれ。マリカの。こわっ。あ、結構まだ差が開いてるからいいけど。ファイナルラップ。やばい、来るか。うわ、怖怖怖怖怖怖。優勝したわ。お、まだあんのか。2列目。はい。行くぜ。これなんだ、ミラー？違う、またなんか違うコースかな。あ、こっち。あ、違うコースだ。やばい、あ、ちょ、踏んじゃった、踏んじゃった、踏んじゃった、こわ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 、来んなよ。違うコースだ。ほら、やばい、あ、ぶっ飛んじゃった、いたいたいた。なるほど。で、こうね、で、こう曲がるのね。ででででで、あー、これあれか、あの陣内駅の近くか。なにこれ、なにこれ、なにこれ、どう。あ、ちょちょちょ、曲がりづら、曲がりづら、やばい、抜かせる、抜かせる、抜かせる。よし、リングでダッシュね、なんとなく。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。よし、いってた、やばい、あ、泣かせる、やだ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 、来ないで来ないで来ないで、ほい。まだなんかあれだな、コツをつかみきってない感じだな。後ろにピンチできないのかな。あ、前だけか。よし、ラストスパートよ。おわす、口数少なくなるやつよ、ほんと。よし、マリカの血が結構、ほんと曲がるときに癖があるからな。ラストスパートだ。よし、オッケー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 。お、すごい、周回遅れでできるっぽいじゃん。あともう少し早く走ってれば。よーし、ふー、できたできたできた。これ何ラウンド続くんだ。さてさてさて、あ、まだある。スプリットアクセル、全長 993m。 はい、よし、行くぞ。あー、これあれか、ハマコさんのところのあそこらへんか。行くぜ。よし、
行きましょう。こっちか。お、やばい、噛んじゃう。わ、おい。よし。いて。難しい。ここ橋のところね。オッケー。いいんじゃない？本当一番何でもやるよな。本当。やらせるわ。よし。何年とかやってちょっと癖を覚えないとな。やっぱなんかマリオカートを引っ張っちゃうもんな。いて、やばい、あー来る、来んな。結構直前に曲がった方がいいのだろうか。いて、これ抜かされる。これ情熱上がるんだ。へえ。ねえ、なかなかいい走りするじゃない。あ、出たな。お姉ちゃんたち、姉ちゃんとおばあちゃん。あんたら私か。アイちゃんにマツコちゃんだったか。覚えていてくれて嬉しいわ。それじゃあご褒美、次はうちらがあなたと遊んであげる。お、ペガサスカップね。ロケットガールズの狩場せいで楽しみにしておくんだね。それじゃあ、はあ、次の敵はこやつらか。ロケットガールズが手強そうな相手なのしっかり準備して挑まねえと。ガールズ、ロケットガールズは手強いですよ。おそらくコーナリングは肝となるでしょうね。あそこ詳しいの藤沢さんが勝ってるのと早そうだ。私は見てるだけで十分ですよ。今はね、ここで受け付けをするのが私の仕事ですし、新しい人がカートの魅力に触れてどんどん速くなっていくのを見るのが私の楽しみなんです。だから春日さんにも期待してますよ。そのかなんつうか良き指導者って感じなんだな。そう慣れていればいいですね。何か分からないことがあったら聞いてください。何でも答えちゃいますよ。はいはい。おお、そのままやるか。どうしようかな。サブイベント一つ回収してもいいんだけど、他のやつ。お、ペガサスカップが解放。よし、どうも。していくかい。
リングと景品を交換。なんか交換できるかな。あ、なるほどね。なんかカートとかその辺のやつじゃないんだ。へえ。カートセッティング。この辺は変わんないのかな。アップグレード。あ、もうできないね。ネイビーファラング、クリムゾンファイヤー。おお。どうしよう。じゃあちょっと別のサブイベントやりますか、一つ。あれだ、資格学校ね。私、資格もね、全部頑張ってね、ゲットしたんですよ。オーナーバラ検定だっけ、あれ超難しかった。なんか一個でもミスると不合格ってなるやつもね、どうや、なんとか頑張って。じゃあ、ちょっとここ行こう。そこのサブイベをやって今回終わりにしようかなと思います。じゃあ次回もちょっとドラゴンカートやってみるか。ね。女の子たちが挑んできたわけだしな。そう、大海原資格学校ね。なんか、なんだっけな。音楽検定とかいろいろありましたよ。なぜかなんか危険物の試験とかもあって、ええー、みたいな。あとはなんかセガに関するクイズとか、なんかテラドライブって実際にあったんですね。私知らなかった。あとはなんかこの龍が如く歴代のシリーズの問題とかいろいろありました。あとは数学とかね。ね、勉強になって楽しかったですね。お、ごめんごめん。音が出てこないからスイスイですわ。あ、ちょっと待って。アイテム落ちてる。はい。よし、ダイモン。結局なんかダイモンちょいちょい集めてるけど、何も連絡来ないな。なんかダイモン集めてきてねって連絡してきた人がいると思うんですけど。え、でででこいつこいつこいつ。そうですか。怒り。ダメですか。あ、わかりました。またご縁があればよろしくお願いします。どうしたの。はい、それでは。また今後の活躍をお祈りされてしまった。これで面接落ちたの何社目だよ。クズ社会の負け犬。就職活動か。え、春日くん、もしかして今の聞いていたのかい。今のって面接落ちたの何社目だよとか言ってたやつか。めちゃめちゃしっかり聞いてるじゃん。あ、困ったな。このままでは僕の完璧超人エリートオブエリートなイメージが崩れてしまう懸念がある。そもそもそんなイメージ持ってねえって。あれ、春日さんに怒りさん。あ、美容師さん。仲良く何を話してるんですか。おお、今怒りが落ち込んでたから励まそうと。春日くん、ビークワイエット、シャーラッ。何でもないんです、宮口さん。何でもないからマジで、本当に本当に真面目に何もないので。え、ああ。さて春日くん、そろそろ行こうかね。僕たちお茶する予定だったもんね。え、おおい、さあさあさあ行くよ春日くん。レディーステディーゴー。何なんだこいつ。ん、あ、こうなるよな宮越さんな。あなた何歳なの本当。資格はたくさん持ってるけど就職決まらないって。はあ、危ないところだった。会社落ちまくってるなんて宮越さんに知られたら僕はもう終わりだよ。そんなにうまくいってないのか。ああ、ここだけの話、もう99社。それはちょっと大丈夫かな。次落ちたら100社目だ。そんなにかよ。お前なんて資格も持ってるし頭もあるし簡単に受かると思ってたぜ。書類は通って面接までは行くんだけどね、面接でうまく自分をアピールすることができないんだよ。自分に自信がないのが透けて見えてるんだろうな。
自信がない。お前はいつも自信も満々に見えた。いや砂のわつらだよ。資格をこんなにたくさん取ってやるのも自分に自信がないからさ。資格を取ることで何もない自分を着飾って虚勢を張っているんだ。僕から資格を取ったら本当に何もない人間なんだよ。いや怒り、そんなことねえよ。お前は頑張ってよし、俺みたいなバカにいろいろ教えてくれるいいやつだって。だからそんな悲しいこと言うなよな、春日くん。あ、よよよ、いかりくんじゃないか。お、エリートサラリーマンだって。え、久しぶりだな。エカーズまだ就活してんのか。へへへ、誰だこいつら。僕の同級生たちです。就活に成功して今は大手企業の社員です。そう、お前うちの会社が第一志望だったら残念だったよな。世知辛い世の中でお前みたいに必死で勉強して資格取ったやつが未だに無職のプータローで、俺みたいに要領いいだけのやつがエリートになっちまうんだからさ。ああそうだ、なんなら俺がうちの会社にお前を入れてくれるように掛け合ってやろうか。友達のよしみでよ。そんなことできんのかよお前ら。そんな権限ないだろう。そうだな、お前に紹介できる仕事か。そうだ、便所で俺の尻を拭く係なんてどうだ。真面目なお前ならきっと綺麗に拭いてくれるだろうし、適任だろう。そりゃいい、そういうのはうちの会社も紹介してやる。俺の尻も拭いてくれ。余計なお世話だよ。なんだてめえ、せっかくこっちが気遣ってやってやんだろうが。お前のそういうとこがムカつくんだよ。ちょっと勉強ができるだけで偉そうに。社会に馴染めんねおめえみたいなやつはよ、どんだけ頭が良くたってどんだけ頑張ったって所詮負け犬なんだよ、負け犬。お前言わせておけばよ。こいつのダチだ。ダチを悪く言うやつは俺が許さねえ。イチー、俺たちはエリートだぞ。大企業はバックについて。なんだお前、もう会社の名前だけ振りかざしやがって。お前個で来いよ、個体で来い、個人で来い。俺はあんたと違ってバカだからよくわかんねえよ。ま、てめえらみたいなクズを雇ってるような見る目のねえ会社、どうせすぐ潰れんだろ。敵に回ったところで怖く。そうだぞ、一番ホールディングスは横浜で一番なんだからな。お前らこの野郎、てめえに社会の厳しさ教えてやる。お、やるかやるか。もうこういうやつほんと嫌い。なんか自分一人の実力で戦えないやつほんと嫌い。よし行くぞ。どうしようかな、さっちゃん。マジックシルクハット。あ、そう、さっちゃん今ね、アイドルやらせてますね。あ、ジャックポットチップ、これにしよう。これね、クリティカル率が高いんですよね。あ、弱っ弱っ。なんだお前。あ、てかレベル17じゃん。ふっ、ハチカブでピンピンしてやるよ。イエーイ。あ、4万もくれた、やったね。強くなっちまったか。イエーイ。もう終わりか、エリートさん。ねえ、大したことなかったな。すまねえ、イカリ。俺、頭のいいお前に嫉妬してたんだ。な、許してくれよ。そうだ。お前、まだうちの会社来たいんだろ。俺が本当に人事に掛け合ってやるからさ。な。君みたいなクズを雇ってるような見る目がない会社。どうせすぐ潰れるよ。こっちから願いだけだ。いつと同じこと言ってる。いいぞいいぞ、イカリ。くそ。逃げるぞ。おい。ざまみやがれ。いいフレーズだったからね。使わせてもらったよ。元気出た？ありがとう、春日くん。助けてくれて。いつも俺を助けてくれてるじゃねえか。それにダチを助けるなんて当たり前だろ。うん。君は最初はただのアホだと言うね。ただのアホって。本当に素晴らしい人材だね。僕が社長なら君みたいな人間を採用したいよ。あ、元気社長です。よろしくお願いします。これはお礼の印だ。お、受け取っておいてくれ。なに。お、平常心の手ぬぐい。これからどうするんだ、イカリ。地道に就職活動と資格取得を続けるよ。僕は不器用だし、社会に馴染めないタイプの人間かもしれないけど、諦めたらおしまいだからね。僕は99社落ちたけど、山ほど資格を取ってきたんだ。次に受ける100社目の会社は受かるかもしれない。うんうん。僕が僕を信じないとダメだよね。
いいこと言うじゃねえか。その通りだよ。おめえはすげえんだ。自信持っていけ。うん、そうだそうだ。で、その100社目の会社ってのはどんな会社なんだ。あ、まさかうちじゃないだろうな。一番ホールディングス株式会社とか言ってたかな。おいお前、僕も最近まで知らなかったんだけどね。地元密着でこの町のことをよく考えてる会社らしい。役員面接というか、そこへ出てくんだ一番。君も一緒に受けるかい。確かに春日くんは微妙そうだし、働いてもなさそうなイメージだもんね。紹介しようか。言うね。それ俺の会社。俺の会社や。は？社長は俺なんだけど。今までの無礼をお許しください、社長様。おい、やめてくれって。何卒私を。靴を舐めましょうか。そうだ、靴を舐めましょう。やめろ。普通にしてくれって。ったく、そんなことやってるから落ちるんだぞ、お前は。はい、ということで、クズ社会の負け犬クリアですね。いやでもさ、就職面接なんてね、嘘ついてなんぼみたいなところ悪くない？どうなんだろう。おー、怒り SR やん。ガチで来たな、こいつ。どうなんだろうね、なんか実際のところを言ってもね、やっぱり落とされたりするから、なかなか難しいよね。その嘘と真実を混ぜなきゃいけないっていう、まあ、難しいラインではありますよね。でもなんかできるだけ真実で勝負したいけど、でもね、お給料が高いからですとか言ったら絶対落とされるからね。そこが結構難しいところでありますよね、就職面接ね。私もやりましたけど、就職活動ということで、じゃあまた次回に過ごしていただきありがとうございました。